この2人で決勝行ってノアの景色というものが見えてくるんじゃないかなと思うんで、ぜひともね、勝ち上がってもらいたいなっていうのは心から願いますね。もういいキャラしてるし、結果もちょっとずつ出してきてるんで、この大きい大会で人気出てほしいなっていう。誰かが突き抜けるっていうイメージが湧かないですよね。1勝とか2勝とかの差で誰かが勝ち上がるんじゃないかなというメンツですね。まだ自分の中では情報収集をしっかりできていない状況ですけども、まあ、それゆえに試合を見るのが楽しみだし、ね、体も大きい選手、そしてやっぱ NXT に上がるということは実力がある選手だと思うんで、いつね、メインロースに上がっていくかどうかも分かんないような選手かもしれないし、やっぱり自分の力量も測れるし、自分の成長にもつながるし、あとは外へのアピールにもなるし、だからこれっていうのをもっともっとこの参加する日本人の選手たちは美味しく思った方がいいよね。まあ、そしてね、他の外国人の選手もやっぱりこう、まあ、ドラゴンゲートの選手もいますし、ノアにいつも上がってくれてる選手たちも NXT の選手には負けないぞっていう気持ちで来ると思うし、よりいつもより力発揮していくんじゃないかなと思いますね。そうですね、まあ、また剣王あたりに何やかんや言われると思うんで、まあ、それはどうでもいいんですけど、嬉しいですよ。このノアで20年以上やってきて、僕や杉浦選手が入らなくとも成り立つような状況になってるっていうのがね、はい、まあ、やっぱりチャンピオンには上がってほしいなというところはありますよね。 A ブロック、まず清宮ですか。といってもね、GLG ジェイクに対しての思いでこうふつふつと怒りがパワーに変わるであろうモリスとかもいますし、ね、石井選手に勝った北宮とか、もう塩なんかもう、だから誰だろうなっていう、全員に対してのコメントイメージが湧くんで、まあでもその中でもやっぱ清宮には A ブロックいってほしいかなと。でもちょっとこの間の日本武道館を踏まえて、あえてここも稲村に行ってもらいたいなっていう、あのタイトルマッチのカードをこのリーグ戦を勝ち抜いてもう一回やるっていうことで、さらにこの2人のストーリーっていうのが生まれると思うし、見てる人も感情移入という点で盛り上がるんじゃないかな。いい試合をして、でまたこうたった何ヶ月でもう一回当たって、この間の日本武道館の試合をさらに超えなくちゃいけないっていう、ものすごいプレッシャーだとは思うんですけども、それをやっぱこう何度も何度も乗り越えて俺は団体のトップになっていくと思うんで、それをぜひともなんか成し遂げてほしいなと。稲村が優勝して、その先のタイトルマッチもまた近い間に行われていくことでしょう。なので1段階2段階同じ対戦相手でお互いがレベルアップするには、この2人で決勝行って稲村が勝って、さらにタイトルマッチが組まれてっていう、この短いスパンで何度も同じカードをやって、さらにそれを前回の試合を超えていくことによって、ノアの景色というものが見えてくんじゃないかなと思うんで、そこに期待したいかなと。本当にね、暑い夏がやってきたなって感じしますね。そんなね、暑い夏にね、負けないメンツじゃないですか。素晴らしいメンツでね、本当ね、どの試合もね、見逃せない戦いばかりじゃないかなと思います。このやっぱり海外の選手が増えて、しかも WWE、これは日本だけじゃなくて世界的にね、このリーグ戦注目のね、リーグになると思いますんで、もっともっとね、ノアを知る人が増えると思うし、まあ、これによってね、日本に来る人もね、試合を見に来る人も増えるんじゃないかなと思ってね、ノアのファンの人がね、底上げじゃないですけど、どん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 ね、世界に広がる感じになると思います。まあ本当にね、非常に難しいですけど、期待値を込めて B ブロックは余一、
です。本当にね、入門の時から見てますし、海外遠征っていうのは非常に選手を大きくして内面を変えます。私も経験ありますけど、だからね、それが今彼にとってものすごいプラスになってると思うんでね、まあ、このまま行って、この間のね、日本武道館残念だった気持ちが、いやいや次ですよっていう風にね、すぐ多分変わる、若いからね、与一行ってほしいなと思います。そして A ブロックはね、同じチームのね、チームノアの塩崎剛いますから、まあ、そこはね、ぜひともね、勝ち上がってもらいたいなっていうのは心から願いますね。そうなんですよね、もう涙の優勝ですけどね、今年もね、それ見たいですし、斉藤選手も本当にね、塩崎頼むぞっていう言葉にね、やっぱりその力ってすごい大きいと思うんでね、まあ、アイアムノアも復活しましたし、ぜひぜひね、いろんな人の思いを乗せてね、リーグ戦戦ってもらいたいなと思います。ズバリ優勝は塩崎剛でしょう。本当はね、塩崎剛じゃなくてね、まあ、与一が行くことが未来のノアにつながると思うんですけど、そこをさせないよっていうのが彼の強さだと思うんでね、塩崎剛です。チームノア代表ですから、はい、自分ではリーダーじゃないって言ってますけど、うちのリーダーですからね。いや、みんながリーダーですって言い方するんですけどね、いやいや、うちのリーダーですよ。リーダーにね、ぜひ優勝してもらってね、あー、チームのはいいじゃんっていうところね、また見せてもらいたいなと思います。A は、まあ、希望も込めて正木タミヤ。いや、もういいキャラしてるし、で今度このね、WWE 選手 とも戦うんですけど、自分のキャラをこう出しつつも結果を残してほしいなっていう、うん、でここ何試合もね、すごいいい試合もしてるし、結果もちょっとずつ出してきてるんで、この大きい大会でちょっと抜き出てほしいなっていう期待も込めて、うん、B、そりゃ売るか稲村もそうだけども、でも誰か一人だもんね。期待込めて、何か称号欲しい、取ってほしいと思うのに、じゃあそりゃ彼は実力あると思うけど、なんかいまいち抜け出してないと思うんで、ここら辺で大暴れして、うん、アピールをしてほしいですよね、はい、期待を込めて正木タミヤで。まあ、ソヤと比べたら、ソヤはまあまあ、今年のお正月にビッグマッチでタイトルマッチとか絡んでるけど、まだそういう舞台にもマサは立ってないと思うんで、ここで優勝して、なんかもう一ランク上の大きい舞台でやってほしいなっていう期待も込めて、はい。